100年後の未来。100年後の未来を語る動画はたくさんあります。これらの動画は現状の社会を延長して考えた線形予測ですから、誰にとっても正解のように感じますが、実は未来予測は線形とは限らないから難しいんですね。私たちの未来のイメージは写真のような感じかもしれませんが、このような現在の産業社会が断絶なく進歩した未来のイメージになるのでしょうか。 SF 映画「スター・ウォーズ」のような高度工業化社会が望ましい未来なのでしょうか。この映画では社会の産業構造は一切描かれていませんが、この種の未来社会が存立できるとは言えないと思います。私は大きな時代の断絶があって初めて人類の生き残る可能性が出てくるのだろうと思います。それは、思いもよらぬ変化が生じて、受け入れることにためらいを感じるような。 そうかなあと疑いを持つような、とても常識では信じられない断絶が起こると思います。つまり、環境破壊から逃れられない機械文明の時代が終わるのです。機械の進歩と資源エネルギーの利用で機械文明を築いてきたのですが、そうやって築いた文明の維持ができなくなってしまうわけです。現在の私たちにはピラミッドを作る方法も技術も全く伝承されていません。 このように大きな時代の断絶が起こり、それによって初めて次の文明に入っていけると思います。この文明の断絶は、過去のことを語るのも、考えるのも忌み嫌われるほどの断絶した状態が何世代も続いたと思いますね。この断絶は振り子のように時代を触れながら進んでいきますから、現在が文明の断絶期だとしたら、そう短時間に解決できるとは思えません。また 長引けば暗い時代が続くことになります。時代の転換を早める方策を考えないと、ますます深みにはまり暗黒の中世が再現されてしまいます。現在の右傾下はそういった意味で過去への揺り戻しで、未来を選択することから遠ざけるための既得権益者の大きな力が働いていると思わざるを得ません。未来は、わがままな個人が単独で歩み出す以外に切り開く方法がないように感じます。 個人が目指す未来のイメージ。私たちは動力飛行機で空を飛ぶよりも鳥のように肉体の力だけで飛びたいと考えます。自動車のように遠くへ移動できることが何の便利さなのかわからない。必要なものが手軽に調達できれば移動する必要もない。自然環境から生じている豊かさを利用して暮らせるような文明社会になります。これは 江戸時代のように全てが人力ベースで動く社会ですが、そのことが個人の重労働とならない文明なんですね。社会の環境が自動的に良い方向にだけ動いていくような、制御が働いているが、その制御をやっている人はいない。あらゆる動植物に組み込まれた DNA が働いているだけで、維持管理発展する未来社会なんですね。このような夢を実現する科学は機械文明ではないのですね。 自然環境を克服して人間社会を作るのではなく環境の良いところに移住するこれは井戸の問題ですね寒い地域から暖かい地域に移動する熱帯地域の環境改善を生物学的にやるわけです気象環境食料生活環境等が自然の循環の中で維持される生物テクノロジーが中心的なものになります 現在のようなコンピュータと通信技術はさらに進化して太陽光パネルがあれば世界のどことでも高度の通信ができる環境になりますからまさしく移動する必要がないわけです気象条件が良好な地域での生活は大変シンプルなもので上下水道及び電力はすべて自前のシステムとして保持するものですから公共資本財という概念もない社会ですね いろいろな生活環境を選択的に楽しみながら、住むことができるわけです。このような住まい方には、自動車等の旧文明のツールは必要ないわけです。歩ける範囲の都市に住んで、情報通信は世界と直結し、情報に載せられるコンテンツは世界に流通させることができます。選択的なライフスタイルと人間関係の中で、 誰もが自主的で創造的な生活ができるわけです。道路建設は旧機械文明のものでした。未来世界では電動プレーンが使われます。通勤や通学がない社会ですから、利用頻度は低く、自然エネルギーが蓄えられた時に使用するようなものです。飛行機でもいいですし、船でもいいわけです。機械文明は大量のゴミが出ましたが、 生物が作るものにはゴミはありません。このゴミのない社会は工業化前の社会と同じですが、目指している方向が違います。未来社会では環境からの採取生活ですから、人は分散して住むことが必要になります。キーワードは DNA の設計です。このような科学技術を悪しき目的に使うだろうと考えて、この種の研究を危険視しますが、 脱機械文明は自然環境自体が豊かさを作り出す仕組みですから DNA 設計は不可避の環境改善技術なのですねこの未来社会に向かって歩み出すためにはベーシックインカムから始めるのがいいと思いますねそしてインターネットで相互に保証する仮想通貨システムが必要になります「従来後、2017」